皆さんこんにちは、OMD 鉄拳の川本でございます。今日はですね、OMD を使って、鉄道模型を撮ろうというお話、第2弾でございます。なんと今日はご覧の通りですね、日本を代表する鉄道模型メーカーの加藤さんから、若手社員お二人をお招きして、お届けしたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはこのお二人ご紹介したいというふうに思います。お二人自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは。加藤営業部の佐々木と申します。普段はですね、取引先様の営業に回ったりですとか、あとはイベントに出たりですとか、あとは、SNS、Twitter とか Instagram 等で情報発信の仕事を主にしております。今日はですね、深度合成の機能を使ってかっこいい写真を撮るやり方を勉強させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。加藤営業部広告制作グループの並木と申します。普段はですね、雑誌の広告のデザイン、写真撮影、ホームページ用の写真撮影などを行っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今お二人のお話聞いてますと、佐々木さんはもう手軽にどんどん写真を日頃からお仕事で撮られてると、はい、で並木さんはまあしっかり作り込んだ写真を撮られてると、そんなイメージですかね。結構写真を撮る機会は多いと。多いですね。お二人でございますので、はい、カメラのことはそれなりに多分ご理解されている方だと思いますので、ぜひこの深度合成をですね、マスターしていただいて、お仕事にもお使いいただければというふうに思ってます。で、私ども OMD 鉄拳の恒例でございます鉄分チャート、まずこの二人がどれぐらいの鉄分をお持ちなのかというところをグラフにしてみました。まず佐々木さん、はい、やっぱり模型系が強いんですが、はい、特にこの情景制作と運転というところが強いんですが、はいはい、やっぱ小さい頃からジオラマとかミニチュアに対するやっぱ憧れみたいなのが強くて、まあ、鉄道模型そこから始めたんですけど、まあ、大体そのもう昔からジオラマ作って、でその中をこう模型を走らせて遊ぶっていうのがもう今趣味の主なところですね。なるほど、はい、運転っていうのは、はい、ただこうぐる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 走らせてそれを見てるっていう感じなんですか。はい、まあ、運転はまあ主にそういう、まあ、私自分に家にレイアウトを作ってるんですけど、まあ、そこでぐるぐる回して走らせることもあるんですけど、あとはまあ仲間内で集まって、仲間内ってのはほぼ社員なんですけど、うん、はい、集まって運転会を定期的にやってまして、で、まあ、そこでやってる運転会が、まあ、もうやってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、列車を時刻表通りに走らせて遊ぶっていうのをやってまして、これがですね、特にやるのが寝台列車なので、はい、かなりこう長時間の、まあ、耐久型という感じになるんですけども、列車を例えば北斗星の運転会であれば、はい、北斗星上野から札幌まで途中の停車駅も含めて全部時間通りに走らせて、夜から朝までもあるから朝までですね。でも途中そのすれ違う車両とかもこうみんなで持ち寄って、はい、まあ本当本物に乗ってるかのような気分で模型を走らせるっていうのをやってます。めちゃくちゃ面白そうですね。面白いですけどなかなか過酷ではありますね。そうですね、ほとんど寝られないので、はい、ぜひ今度ご一緒させていただきます。ぜひ一緒にやりましょうと思います。はい、並木さんの方は割とこうバランスよく線がありますけど、収集がやっぱり多いんですかね。そうですね、模型収集、まあ、数を集めてるってよりかは、まあ、自分のその、まあ、の旅先で乗った車両だとか、あとは、まあ、私デザイン学科出身なので、その模型の車両デザインが美しいなって感じた車両を、うん、まあ、集めたりっていうところをやってます。なるほど。ちょっとお二人にお伺いしたいのは、好きな車両なんか特にあれば、まずどうでしょう、並木さんからいきましょうか。そうですね、私は札幌から稚内を目指すスーパー宗谷ですね。他には東武鉄道の6050系、はい、あとは通勤で使うんですが、E231系の千番台の湘南新宿ライン、ここら辺が自分のお気に入りですね。なるほど。佐々木さんはどうですか。はい、私はもうプロフィールにも書いたんですけど、レーティッシュ鉄道がすごく好きなので、その中でも青い食堂車のぐるみのっていうのが、はいはい
一番好きな車両ですね。まあ、その佐々木さんが撮られた写真、ご覧いただきながら、始めていこうと思いますが、こちらが佐々木さんが撮られた写真、はい、これがちょうどあのグルミノが写ってるレイティシュ鉄道の写真で、2両目がグルミノの、はい、青い食堂車ですね、はい、これ本物ですか？これ本物ですね。本物ですね。あの遠くから撮ってるので小さいのでこう模型っぽく見えるんですけど、はい、あの実車です。なるほど、はい、今加藤さんこのレイティシュ鉄道すごく商品化進めてます、ね、はい、今力入れておりまして、グルミノも無事製品化することができました。ね、はい、4両目のはあのこの夏発売予定の電源荷物車、はい、ちょっと窓割りの違うのが、あと車体が短いのが4両目にいるじゃないですか、はい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 、あれも発売予定でございます。ああ、じゃあもうこの編成を、はい、もう再現しようと思ったら再現できます、ね、大丈夫です。再現できます。このレイティシュ鉄道のその商品化のところはやっぱり佐々木さんのパワーが、はい、社内で聞いてるんですか？結構もうありがたいことにこう熱を込めさせていただいているところではありまして、このグルミノなんかもあの旅行のついでにこうほぼ取材みたいなことをしてきて、はい、色見本当てたりとか、うん、いろいろ写真撮りまくってきましたんで、うん、特にだそういった意味もあってグルミノにはやっぱ思い入れが強いですね。ラインナップの充実ますます期待ですね。もうこれからもどんどん頑張っていきますので、はい、よろしくお願いします。楽しみです。続いてこちら並木さんの作品ですけど、はい、あの先ほどあの好きな車両はと聞かれて答えた東武鉄道の6050系なんですが、はい、ここ割となんか撮られてる方少ないよなって思うような撮影地なんですが、あの地元の茨城県 と埼玉県の県境あたりなんですが、あの利根川を渡って浅草方面に走る瞬間なんですね。でこれあの寝台特急北斗星とかが走ってた頃に朝北斗星の写真を撮って、その後車でここに行くとちょうどいい感じで1日時間が潰せるっていう形で、ちょっとあえてその6050系の写真を選ばさせていただきました。でこれはデザイン的に6050は、そうですね、あのデザインも好きなんですが、やっぱり内装ですよね。そのクロスシートのボックス席のですね、そのまあ快速型なんですけど急行型チックな、その165系とかにちょっと時代的にその体験できなかった何かその追体験みたいなのがこの車両できるなっていうので割と好きで、あとこの2両編成1単位なのでこの塗装のリズム感みたいなのがすごい好きだなっていう。今浅草来なくなっちゃったからこっちで見れないのがちょっと寂しいんですよね。そうですね、はい、うん、続いてもう1枚、こちらは模型ですよね。こちら模型なんですが、こちらはですね、あの今年の夏の鉄道模型コンテストの T トラックコンテストに向けて今作っている T トラックのワンシーンなんですが、あの伏線でトンネルが単線ポータルでなってる瞬間の状況を再現してまして、で、まあ、あの北陸とか東北の車両が似合うようなジオラマをイメージして作ったんですが、うん、今回この弊社 の521系とサンダーバード、もちろん私物のものをですね家で撮ってみたら、まあ、いい感じになったんですけど、まあ、ちょっと、まあ、模型チックに見えてしまう、もっとそのピントを合わせるようなその実写チックに撮れたらなっていうのがありますね。まあ、家のレベル、家で撮るレベルだとこうなっちゃうなっていうところですね。まあ、確かにあの写真としては非常に雰囲気のある写真なんですが、自分が作った模型あるいは持ってる車両っていうのはしっかり手前も奥もピント合わせてこう見せたいっていう思いはありますよね。はい、そうですね。まあ、そんな時にあの OMD の振動合成、非常に役に立つ機能だというふうに思いますので、今日その辺をご説明させていただきたいというふうに思います。はい、それでは鉄道模型も実写のように撮影できる振動合成モード、こちらをご説明させていただきたいというふうに思います。先ほどの並木さんの作品のようにですね、ピントの合ってるところ、ここははっきり映るわけですが、それ以外のところがこうボケてしまう、まあ、この左側の作例、これが普通の撮影です。車両の後ろはどうしてもボケてしまいます。振動合成モードを使いますと、ピントが手前から奥までしっかりピントの合った写真が撮れるというのが特徴でございます。どうやってるのかと
言いますと、ピントを合わせる場所をですね、こう手前から奥まで何箇所もこう撮りまして、そのピントが合ってるところだけを1枚の写真に合成するという機能でございます。この作例では8枚合成しています。で、こう赤いところがピントが合ったところなんですが、これを手前から奥までずらしていくという撮影です。で、結果このようにシャープに撮れるんですけれども、ファインダーで見たときにどんな風に見えるのかというところを動画でご覧いただきたいと思います。シャッターを切るとピントがこうやって動いてきますよっていうのがお分かりいただけると思います。よろしいですか。はい、どうも。こんな感じです。おー、なるほど。これがカメラの中で行われるんですよね。そうなんです。一回シャッターを切るとここまでやってくれます。それがすごいですよね。もう一回いきましょうか。はい、せーの、オン。はい、はい、まあ、今のは8枚撮影設定したんですが、はい、最大15枚まで、ピントを送ることができます。で、設定が必要なので、今お二人の前にカメラございますので、はい、ちょっとご自身でご設定をお願いしたいというふうに思います。はい、まずカメラマークの2、これメニューボタンを押していただいてですね、はい、でブラケット撮影っていうところをオンにしていただくと、はい、いろんなブラケットが出てきますので、一番下のフォーカスブラケットをオンにしていただく。で、右側に矢印が出てますので、その右側を押していただきますと振動音声がオンオフを選べるようになってます。でこれをオンにしますとダダダダッと撮るモードになります。でこの振動合成オンの下にですね、撮影枚数とフォーカスステップっていうこの謎のメニューがあります。ここが非常に肝になる部分でして、これで被写界振動の深さですとか、調節することができます。まあ、鉄道模型はですね、まず最初は撮影枚数15、この最大の撮影枚数にして、でフォーカスステップを5ぐらいでスタートしていただければと思います。はい、で実際にこれ撮りながらですね、このステップっていうのはちょっと多いかな少ないかな、1枚撮って次の1枚に行くまでのこの幅です。これがフォーカスステップ。なので実際撮っていただいて、調節して、いただければというふうに思います。で今日はですね、お二人に、模型実写を持ってきていただきましたので、実際ここで撮影してですね、その振動合成というものを、体感していただきたいというふうに思います。では撮影してみましょう。はい、はい、撮影お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか。やっぱこう顔からこの機関車なんか顔から後ろまでしっかりピントがこうがっしりあって、なんか本当にこうそこにいて実写を見てるかのような迫力がやっぱ出せますよね。ありがとうございます。小さい N ゲージでこう迫力が倍増するような、そんな写真が撮れましたね。そうですね、こちらも、車両ピントはバッチリですね。はい、もう本当にさすが写真模型の写真を撮り慣れてる方とマスターが早いなと。こちら佐々木さんの作品でした。こちらは並木さんですね。はい、同じ EF65 ですが、ちょっとマニュアルのモードに切り替えて、はい、ちょっと暗めで夕方短期回送で仕事を終えて戻ってくるみたいな雰囲気、そういう雰囲気で撮ってみました。ライトが非常に印象的な作品ですよね。はい、まあ、同じところで同じライティングで撮ってるんですけども、はい、カメラの操作でこうやっていろんな表現ができます。でこれは789ですかね。はい、カムイですね。佐々木さんですね。はい、やっぱこういうなんか長い編成でもしっかり前から後ろまでピントがあって、うん、実写写真撮ってるかのような迫力がやっぱ出せるのがすごいですよね。これ今日お二人がこの後ろの背景の、写真、これはまあボケて写ってますけど、これもお持ちいただきましたけども、はい、こういうものがあるだけでもう一気に北海道全然違うんですね。できますね。この辺のノウハウがやはり加藤さんの、はい、ノウハウなのかなというふうに思います。
同じようにこれ並木さんですが、私は背景画を持ってきたので背景画が写る写真も何枚か撮ったんですが、あのこの天板が白かったので、このこれを雪に見立ててその雪原を走るような俯瞰で撮ったのをちょっと一枚選んでみました。いいですね。これもやっぱりその手前から奥までやっぱり俯瞰でも同じようにそのピントが合ってるっていうのは実写っぽくていいかなっていうのを感じました。素晴らしい作品ですね。もうすっかりもう振動合成マスターされましたね。ちょっとずつ慣れてきましたかね。はい、あの加藤さん の, あのホームページあるいは SNS 私もよく拝見するんですけど、非常にこう魅力的な写真が溢れてて、あの見てるだけでもすごく楽しいんですけども、ああいうのっていうのはやはりあのお二人が撮られることもあるんですか。そうですね、結構我々撮ってること多いですね。そうですね、うん、まあ、加藤さんというとね、あのショールームに大きなジオラマがあって、あの子供からあの大人まで楽しめるところですけども、やっぱりああいう大きなジオラマも含めてですね、あのこの振動合成を使って撮ると非常にパワーを感じられると思うんですよね。でちょっとこれからあの加藤さんのショールームにお伺いしてですね、はい、撮ってみたいんですけども、はい、お伺いして大丈夫ですかね。ぜひぜひお越しください。はい、ありがとうございます。ぜひあのその撮影の、ね、裏側みたいなのを、はい、ちょっとご説明いただいて、はい、皆さんの、ね、模型ライフ、撮影ライフに少しでも役立てばということでお話しいただきたいと思いますので、はい、じゃあこれから加藤さんのショールームに参りましょう。はい、行きましょう。ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、加藤さんのショールームホビーセンター加藤東京に、やってまいりました。あの赤いデハがやはり象徴的ですよね。はい、そうですね、もうこのアイコンのように、はい、ずっとここにおりますね、デハ。はい、今日こちらでですねショールームはもちろんなんですが、佐々木さん並木さんが普段どういう写真を撮られてどういうお仕事をされているのかというところもですね、拝見しながらそのテクニックを教えていただこうかと思います。お二方引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、加藤さんのですね、5階ホールに、入れていただきました。早速ですがこの歴史を感じるカーブモジュールがございますが、はい、佐々木さんこれは一体何でございましょう。これはですねちょっと正確な年数は定かじゃないですけど30年ぐらい前からうちのまあ、あの広告の部門でずっと使っているカーブのモジュールでして、まあ、過去のカタログとかチラシとかあの昔もそうなんですけど今もあの現役で使っているまあカーブモジュールで、普通に築堤のように列車が走ってて周りが畑っていう、こうベーシックなカーブなんですけど結構背景変えたりとか周りに置いてある木変えたりするだけであのいろんなシーンに結構使い回せるので、なるほど、結構それであのうちのホームページの写真とかカタログとか見てもらうとあこれもこのカーブなんだみたいなのがあると思うんで、そんな具合でかなり使ってます。なるほど、はい、もう歴史が刻まれてるわけですね。かなり刻まれてると思いますね。はい、もうあの車両を乗けていただいてますので、このまずこの状態で、先ほどご説明した振動合成を使ってですね、並木さんに撮影チャレンジしていただきたいと思います。いいでしょうか。お願いします。これはやっぱり水田なのでなんか上越線の雰囲気はしますよね。そうですね、本当にあの、うん、日本型も似合うし海外の車両もその工夫によってはいろいろ似合うっていうかなり万能なモジュールなんですよね。もうこれどなたが作ったかっていうことも、あもう先輩社員が作ってわからない状態。いや、わかります。わかりますか。あそうですか。それはもう、はい、あの勝手に僕らはその人の名前を付けてその人の名前のカーブと呼んで、なるほど、はい、ほにゃららカーブって感じ。ほにゃららカーブですね。本当にこのカーブで撮ると振動合成の良さがこうフルで発揮できるっていうんですかね。なるほど、はい、確かにアウトカーブだとお尻も入りますよね。並木さんどうでしたか。やっぱりこのカーブモジュールのこのアウトカーブもやっぱり本当に強烈にかっこいいですね。はい、そうなんですよ、これは確かにいろんな車両乗っけて撮りたくなりますし。そうなんですよね、はい、はい、じゃあ
そこでですね、ちょっとこの設定を変えてですね、違う車両でこのモジュールがちょっと違う様子にまた化ける、はい、その姿をちょっとお見せしたいと思います。わ、はい、かりました。ではぜひお願いします。はい、はい、あっという間に先ほどのカーブがアメリカの何ですかね、こうちょっとまあはい、カリフォルニアゼファーをイメージしてアメリカをこう横断する列車なんですけども、はい、横断特急、はい、こんなになっちゃいました、はい、じゃあ今度はこれインカーブで撮ってみましょう、はい、インカーブで岩をバックに撮ってみていただけますか。はい、わかりました。佐々木さんお願いします、はい、さっき上越線だったのに急にアメリカになりました。いやマジっすか、これアメリカです。アメリカです。もうあっという間ですもんね。はい、いやなんかもう河川地を抜いて岩を置いて空を変えただけです、ね、はい、このカーブがなんかもう万能だっていうことがよく分かりますよね、はい、こんな感じでいろいろセット組み替えて、うん、いろんな車両とかいろんな時代に合わせた写真撮ってます。そうですね、はい、多分鉄道模型ファンの方は加藤さんのカタログだとか、ホームページご覧になっていること多いと思いますけども、じゃあよく見たらあれもこのカーブじゃないかっていうのが、はい、まあ、乗ってるわけですね、はい、お分かりいただけると思います、うん、そういうのを探すのも楽しいですね、はいはい、いや本当に楽しいです。ありがとうございました、はい、何か SNS とかでこう写真を撮るときに、はい、多分手軽に撮られてるっていうふうに思うんですけど、はい、なんかそういうテクニックみたいなのってございますか。はい、分かりました。じゃあいくつか、これはどこにでも模型屋さんで売ってる加藤さんのホーム、昔からあるホームですね、セットですね、うん、結構よくやるテクニック、はい、これ高架線、はい、駅の写真を撮るときに結構都会とかの駅だと上に駅ビルがあったりするじゃないですか、はいはい、なんか屋根がかぶってるような駅、うん、作りたいときによくこの高架線路のですね、これをもうこのまま上に乗せちゃうんですよ。はあ、でこれ結構裏がまあちゃんと構造物のような形でこうモールドがされているので、結構写真撮った時もただ板切れを上に乗せてビルっぽくするよりかはそれっぽくなるんですよね。なるほど、はい、多分動画からは何をやってるんだっていう話だと思いますが、すごいですね、はい、こんな感じで撮るとちょっと上に構造物があるような駅っぽくなると、はい、じゃあ動画のカメラは中に入れるわけにいかないんで、一枚撮りましょうか、ちょっと振動構成イメージで、佐々木さん撮っていただいて、いい感じに撮れるといいんですけど、うわ、でもいい感じですね、この構造物と、いいですね、はい、そういうことですよ、はい、皆さん、できました、これただの高架橋、ただのって言ったら失礼、ただの高架線路でですよね、普通は本来線路を走らせるもので、はい、裏側っていうのは、まあ、あまり見せたくない、見ないんですけどね、見ないところですけど、これを乗せるだけで、はい、本当にかなりただの板乗せるよりかは全然、はいはいはい、入るので、ホームページに使ってもいいかな、なんかよく撮れたね、なんか後ろの光も含めて、かっこいい、はい、まだなんかありますか、まだいろいろありますよ、あとはもうね、いろいろ去年作ったセットがいっぱいあるので、作ったセットが結構誰でも作れるセットみたいな感じで、じゃあ次、はい、ご紹介します、お願いします、はい、はい、こちらはなんかこいつなんですが、小学生の工作みたいなのが出てきましたけど、パッと見そうなんですよ、これは何ですか、これ工作レベルは小学生なんですけど、私が作った上越線の指相を再現したもので、ほう、指相駅って上越線の国境のトンネルの中にあって、その単線でカーブしていて、そこにホームがあるんですけど、寝台特急あけぼのを再生産、うんうん、去年再生産するときに再生産品は模型があるので、模型の写真でいかにその注文を多くもらえるかっていうところに挑戦しようということで、うんうんうん、そういう写真にちょっとチャレンジしたんですけど、その時に作ったモジュールで115キロ今撮ってみようかなと。なるほど、あけぼのはこれで撮られたんですか。あけぼのはこれで撮れました。なんと、じゃあちょっと写真撮影お願いします。うまくいくか分からないですけど、この中を見てない方は何を撮ってるんだっていうような感じなんですが、これ横になんか穴が開いてるんですか。あれ蛍光灯を模したこの厚紙の壁にこう四角い穴を開けて、うん、でこっち側から光を当てて蛍光灯っぽい、はい、イメージに。これだったら本当に
どなたでも。そうですね、作れると思います。作れますね、はい、ちょっとしたボードと紙があれば、はい、あ、いい感じ、あ、いい感じ、お、いい、来ました。これ本当に指そうですね、はい、蛍光灯の感じが出てますね。蛍光灯のこだわり、はい、紙に穴が開いてるだけなんですけど、はい、これちょっとあの周りの環境とかもちょっとあのもう少し暗いところで、ね、うんうん、側面から光を当てたりっていうところでやってもらえたら、うんうん、もう少しよく撮れるかなっていう。なるほど。あけぼの写真を撮った時は実はスマホのですね、あのライティングを使ってちょっと車両にもちょっと光が当たるようにっていうのをやりました。なるほど。そういった小技を少し加えるともうちょっとよく撮れるっていうことですね。これでももうどなたでも作れるんで、はい、すぐにでもできますね、はい、ぜひチャレンジしてみましょう。まだありますか？まだありますよ。じゃあ次のネタもいただきましょう。はい、今度はヨーロッパレーティッシュ、はい、スイスでございます。今あの加藤さん一押しの商品群だと思います、はい、これ佐々木さんのお得意分野、はい、あのレーティッシュシリーズは、はい、さっき言ったように好きなんですけども、はい、このセットは並木が作りまして。なるほど。どうやって作ったんですか？これはですね、あのまずこのこれランドバスター橋って言うんですけど、まあ、それに合うように、まあ、加藤の 718R のレールに合うような形状のブロックを4つ作って、うん、でそれをちょっと張り、パネルに貼り付けて、で組み立てたものをつなげてってやって、これ製品の写真ではあの青いレストランカーグルミノっていうのが来た時に、はい、ランドバスターを再現したジオラマ写真を撮ろうっていうところで撮ったんですが、今回はちょっとそれを氷河特急でちょっと撮ってみようかなと。なるほど。ちょっとあの生き慣れてる佐々木がちょっと撮影をそうですね、やっぱり現場も撮ってらっしゃるそうですね、うん、多分ちょっとこれさすがにこのセットは簡単に作れますとは言えないんですけど、うん、ちょっとどうしてもレーティッシュの写真撮るときにこの橋をやっぱりやりたくて、はいはい、作ってもらったっていうのがあるんですけど、じゃあちょっと撮ってみますね、はい、背景はさっきアメリカで使って石と同じ石ですね。ですね。ここも本当はあの岩山がこうせり立ってるんですよ。これここが谷間になってるんですけど、うんうん、そんなようなイメージで今、はい、背景を当てて、じゃあチャレンジお願いします、はい、じゃあ下からはい、ああ撮れた、こんな感じで、はい、撮れました。おいいですね。普通レーティッシュ撮影するポイントってここに近いこう見上げるアングルですよね。下から見上げるところとか、あとはこっちに展望デッキがあるんですけど、ここからあの先ほどプロフィールの時にお見せしたような写真がこの辺から撮れると、はいはい、なるほど。背景をうまく工夫していただければいかようにでも、はい、そうですよね、はい、まあ、今日あの先ほどの岩とか、まあ、こういう、まあ、素材、これは簡単にね橋は作れないとは思いますけど、この背景をうまく組み合わせることで日本になったりアメリカになったり、はい、ヨーロッパになったり、はい、こうやって撮られてるわけですね、はい、いや素晴らしい。もうないでしょ。まだまだある、いろいろあるんですけどね、本当に紹介しきれないぐらい。こちらはなんか屋根がひっくり返って大量に乗っかってる状態ですか？これはですね、6月の2週目に金曜日発表したポスターの中の再生産の案内を出した E3K2000番台翼新都色の撮影に使ったセットを今ちょっと再現してみたっていうところなんですが、あれはやっぱり板谷峠をイメージして、板谷峠の峠駅なんかもうあの普段インスタグラムとかツイッターとか見てるといい写真が山ほど出てくるんですよね、はい、それでこれは多分 E3K を好きな人はグッとくる写真なんじゃないかっていうものをちょっと再現してみようっていうのでちょっと再現チャレンジしてみたんです。なるほど。アイデアはどうしようかって、うん、でこれ結構ツイート再生産の発表した時ツイートで結構反響があったのはどうやって写真を撮ってるんだろうっていう、うんうん、で分かった人はもう、あ、島式ホームの屋根を使ってるなとかっていうのは、うん、と電車庫の壁っぽいなっていうのはもう分かってらっしゃってて、まあ、実際その通りであの EG キットの電車庫の壁にあの一番スタンダードな島式ホームの屋根をひっくり返して乗せて、うん、でその隙間にちょっと架線柱複製4000架線柱をちょっと乗せてっていうのでちょっとそのトラスの構造感を出してるっていうところなんですけど、うん、
これを写真に撮ってみようかなと思って。いやこれはもう隅から隅までシャープに撮りたいところですよね。そうですね、多分動画をご覧の方は何を撮ろうとしているのかさっぱり分からないと思いますが、じゃあ並木さんちょっと1枚お願いします。はい、あこれだ。本当はもう片線あるんですけど、はいはい、まあ、簡単にっていうところで技術を見せてもらえて、これホームページに載ってる写真と非常によく似てる、はい、なるほど。これはちょっと再現したいファンの方はいるのかなと思ったので、ちょっと今回もっとそのがっちり固定してやってもらえたらもっといいのができると思うんですけど、ちょっと今あのお手軽にっていうところでっていう。電車の壁と島式ホームの屋根、はい、そうですね。その代わり島式ホームの屋根、島式ホームこれ10個必要になっちゃう、はい、持ってる方はやってみて売り上げ的にも美味しい、売り上げ的にも、はい、いやこれは皆さんおすすめですよ。あの簡単に今ご覧いただいた板谷峠、これあの赤い EL になんかね、赤い電車を赤い客車引っ張らせても赤い車とか、明けごのも行けますよね、はい、次の再生産のしあるときにはまた、はい、板谷峠のアングルで、まあ、板谷峠もいろいろなんかありますかね、なんかあの、ね、雄大な S 字カーブみたいなところとか、ちょっといろんなところちょっと再現できるように、はい、今後もやっていきたいなと思います、はい、そうですね、車両をお持ちの方もぜひ、はい、チャレンジしていただきたいと。いや今日はあのこういった加藤さんの撮影術というのを、公開していただきました、まあ、社会振動合成ももうすっかり最後の方は一発でこう決まるようになってきましたけど、そうですね、ご感想どうですか、いかがですか。はい、もうやっぱりそのダイナミックな写真が撮れるっていうのが、うん、やっぱ撮ってる自分も気持ちいいですし、やっぱその写真がいいかかっこいいとやっぱ製品もさらによくかっこよく見えているので、はい、素晴らしい機能だなと。ありがとうございます。思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、私はですね、あの普段あのもうかっちりスタジオでもう三脚とか照明とかいろいろやってやるんですけど、これはもうあの手ぶれ補正がすごいなと。うん、それでもあの好きなアングルで自由に試行錯誤しながら、そこがすごいそのカメラ模型とカメラを組み合わせたその新しい趣味が始まるんじゃないかっていう期待感があります、うん、はい、うん、ありがとうございます。やっぱあのシャッター一発で、うん、もうその専用のソフトとかの編集をしたような、うん、あの振動合成できて写真が撮れるっていうのがやっぱその手軽さっていうところが一番、はい、私としてはありがたいなっていうところですね。なるほど、はい、多分あの鉄道模型楽しんでらっしゃるかなって日本中に世界中にたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、やっぱりこう写真のところで少しこう諦めてしまってらっしゃる方がいらっしゃるのかなと思いますので、うん、まあ、あの OMD を使っていただくとどなたでも簡単に撮れる、はい、これはあのぜひ加藤さんのお客様にもお伝えいただきたいですし、はい、あるいは私たちあのカメラのお客様、撮り鉄のお客様もですね、あの家の中には必ず加藤の鉄道模型が1両あるはずなんですよね。なるほど。もう一回それ撮ろうよと、走らせようよというようなことで、はい、両者のお客様に、ね、こう気づきを、はい、プレゼントしていきたいなというふうに思います。なんかあれですね、なんかインスタグラムとかで OMD 鉄道模型写真部みたいな発信が、あ、面白いですね、はい、そうですね、いや今日はあの朝から1日かかりましたけども、加藤さんの並木さん、佐々木さんと一緒にお送りしました。今後もね、また何か機会を見て、はい、こういった動画コンテンツ、はい、配信したいと思いますし、またこうこのコロナの騒ぎが明けたら一緒に何かイベントかなんかやりたいですね。その日を来ることを楽しみに、はい、して、お互い頑張っていきましょう、はいはい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日も使用しました鉄道模型撮影におすすめの機材をご紹介いたします。まずカメラは OMD EM1M3 そして EM1X です。使うレンズは標準ズームレンズは 12-40mm、 これで鉄道模型を十分に撮影できます。高倍率ズームの場合は 12-100mm F4 Pro、 手ブレ補正がより強くなります。そして一番おすすめなのはマクロレンズ、
30mmF3.5 です。ぜひご検討ください。加藤からのお知らせです。加藤営業部のツイッターアカウントでは、今日教えていただいた振動合成を使ったいろんな製品写真ですとか、さまざまなイベント、新製品情報などなどを情報発信しておりますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。